ウィリアム・ハーバート・ウォーレスは、リバプールのアンフィールド地区のウルバートン・ストリートの自宅で、妻、ジュリアを暴殺し1931年に、有罪判決を受けた。彼の有罪判決は、後に刑事控訴裁判所によって覆されたが、これは、上訴が、証拠の再調査の後許された、英国の法律歴史において、最初の事例であった。この事件は、その奇妙な背景とともに、 長い間、推理の主題であったし、多くの書籍を生み、古典的な暴殺事件ミステリーと、国際的に見なされている。リバプールの、プルーデンシャル保険ビルディングウィリアム・ハーバート・オーレスは1878年に、カンバーランド・ミロムに生まれた。彼には、弟と妹がいた。14歳で学校を去り、彼は、バローイコールインイコールファーネスで、布地屋の助手の訓練を始めた。 途定期間を終えて、彼はホワイトウェイレードロー会社のマンチェスターに地位を得た。これは英国と植民地、インド及び外務国防軍総区省であった。1903年に5年間のキングの後、ウォーレスはその会社のインドコルカタの支部に転じ、そしてそこに彼は2年間泊まった。上海に住む弟、ジョセフの提案で1905年にウォーレスは 同じ都市のホワイトウェイ、レイドローの支部にまた転じた。繰り返される腎臓の不調の結果、退職して、ウォーレスは1907年に中国からイングランドに戻り、ガイズ病院で左の腎臓を除去した。この時から後ウォーレス家の記録はほとんどないが、やがて彼は自由党のために働く地位を得て、1911年に選挙運動水悼責任者の地位に昇進した。 ハロゲートでのこの間に彼はジュリア・デニスに出会い、そして二人は1914年3月にそこで結婚した。すべての初期の情報源はジュリアはウォーレスとおおよそ同い年であると示唆したが、しかし2001年にジェームズ・マーフィーは彼女の出生証明書から彼女は彼よりも17歳、年上であったことを証明した。彼女の父は 近くのノーザラートン出身の連落したアルコール依存症の農夫であった。第一次世界大戦の勃発で選挙の停止のために自由党のハロゲートの選挙運動水等責任者の地位は途切れ、そしてウォーレスは再び休職した。父親の助力で彼はプルーデンシャル保険会社のリバプールの取り立て代理人の地位を入手したウォーレス家は1915年に リバプールに移り、アンフィールド地区に落ち着いた。1920年代の間、ウォーレスは取り立て代理人としての快適なしかし面白みのない生活をリバプールテクニカルカレッジで非常勤で科学を講義することによって補った。彼の趣味は植物学、科学そしてチェスで、彼はジュリアの伴奏ができるようにバイオリンを弾けるようになったが、彼女はアンフィールド、 ウルバートンストリート29番地の自宅で音楽の夕べの結出したピアニストであった。ウォーレスとその妻はアンフィールド、ウルバートンストリート29番地に住んだ。ビルディングの列は1910年には建てられていた。ウォーレス52歳は1931年1月19日月曜日版にリバプールセントラルチェスクラブの会合に出席したが、 これは予定されたチェスの試合をするためである。そこにいる間に彼は伝言を渡されたが、それは彼が到着する約25分前に電話で受け取られていた。それは彼がメンラブガーデンズイースト25番地を訪れるようにというものであった。リバプール翌晩午後7時30分、保険について RM クォルトローと名乗った男性と話し合うためである。次の夜、 ウォーレスは当然に指定された時刻に、市南部に路面電車で行き、あいにくメンラブガーデンズノース、サウス、ウエストはあるが、イーストはないと分かった。ウォーレスは近くの新聞雑誌販売業者で訪ねまた、巡回中の警察官にも話しかけたが、しかし彼が訪ねる、誰も彼の助けにならなかった。彼はまたメンラブガーデンズ、ウエスト25番地を訪ね、 行くに、他の他の通行人に尋ねたが、無駄であった。45分間ほどその地区を探した後、彼は帰宅した。彼の隣の人、ジョンストン家の人々は、晩に出かけようとしていたが、横丁で、ウォーレスに出会うと彼は、正面からも裏からも家に入れないと口をこぼした。彼らが見守っている間、ウォーレスは裏口を試したが、今度は開いた。中に入って、 彼はシッティングルームで妻ジュリアが激しいオーダーを受けて死んでいるのを見つけた。2週間後の逮捕までウォーレスは自発的に2回供述し、しかし警察に集中的に質問されることは決してなかったが、ただし彼は毎日刑事部本部に通うように求められ、特定の複数の質問をされた、すなわちウォーレス家はメイドを雇っていたかどうか。 なぜ彼は、チェスクラブで電話での伝言を受けた男性に受けた、時刻をはっきりさせるように頼んだのか、そして彼はミスタークオルトローを見つけようとして、失敗に終わって、帰宅途中で路上の誰かに話しかけたかどうか、である。警察には、チェスクラブの彼に電話をかけるために、クオルトローによって利用された、公衆電話ボックスは、ウォーレスの自宅からちょうど400ヤードのところにあり、 ただし電話を受けたカフェ内の人物は相手がウォーレスでないと確信しているという証拠があった。がそれにもかかわらず警察はクォルトローはウィリアム・ハーバート・ウォーレスではないかと疑い始めた。しかし彼を逮捕し訴えた時でさえ彼らは彼にそれ以上の質問をしなかった。警察はまたウォーレスは妻を暴殺することは可能であったろうし、 路面電車に乗った地点に着くだけの余裕はまだあったと確信していた。これを証明しようとして彼らは健康な若い巡査に暴殺犯人の動作をやり通させ、それから路面電車の停留所までずっと全力で走らせたが52歳の病気のウォーレスは到底やり遂げられなかったであろうことである。午後8時前後という死亡時刻の 元々の査定は、後に午後6時30分直後に変更され、ただしより早い時刻の基礎となる追加的な証拠はなかった。犯行現場の法医学的な検査は、激しい逆上した暴行が事実であると仮定して、ジュリア・ウォーレスの襲撃者は、彼女の血液によって、はなはだしく汚されているらしいことを明らかにしていた。ウォーレスのスーツは、彼は暴殺の夜に着ていたが、 綿密に調査したが、しかし血痕は見つけられなかった。警察は、マッキントッシュは、不可解にも、ジュリアの遺体の下から見つけられたが、犯行の実行中に、裸のウォーレスを血しぶきから防ぐために使用されたという説を立てた。バスと排水管の調査で、最近、使用されていなかったことがわかり、そしていずれにも、血液の跡はなく、ただし便器に立ったつかいがあったが、 その期限は確定することができなかった。ウォーレスは犯罪との関わりがあることを一貫して否定したが、しかし暴殺で訴えられ、リバプール巡回裁判所で後半に付された。彼に不利な証拠は全く状況的であり、そして地元の牛乳配達の少年彼は、ジュリア・ウォーレスの夫が路面電車に乗るために立ち去らねばならなかったで、あろう時のつい数分前に、 自分は彼女に話しかけたと確信していたマイナスの供述にもかかわらず、ウォーレスは1時間の審議の後、死刑判決を言い渡された。先例のない指し手であったが、1931年5月に刑事控訴裁判所は、これは証拠の重さによって指示されないという理由で氷決を破棄し、そしてウォーレスは無罪方面となった。この決定は、 売信が誤っているという意味であった上訴は、通例、元々の公判で偏見のある裁判官によって、あるいは新たな証拠の出現によって、間違った決定に基づいてなされる。上訴に成功した後、ウォーレスは保険の職に服したが、しかし、彼が住み働く地区の世論は、彼は有罪でまんまと逃げおせたという意見を強く持っていた。以前の顧客の多くは、彼を避けた。 彼は、憎悪の手紙と、物理的脅迫の的で、雇用者の本部の事務職に就かなければならなかった。同時に彼は、ブロムバラのバンガローに移った。上訴から2年もしない、そしてなおも、プルに雇われていた1933年2月に、ウィリアム・ハーバート・ウォーレスは、尿毒症と腎羽人炎のために、クラッターブリッジ病院で、54歳で死亡した。他の誰もが、 暴殺事件で訴えられなかったし、そして公式に未解決のままである。暴殺事件以来、様々な人々が事件を捜査し、少数はウォーレスの有罪を、大部分は彼の無実を確信した。事件のいくつかの特徴は、多数の犯罪作家の想像をつかんだ、ウォーレスの禁欲的な態度、パズルの、ジスのような性質、そして、証拠のほとんどすべての断片は、有罪。 または無実を等しく差し示して二通りに解釈することができた。1960年代に犯罪作家ジョナサングッドマンは調査してプルーデンシャルでウォーレスと共に働いていた男性にたどり着いた。1928年に年上の男が病気であった時、この男性はウォーレスの取り立ての仕事のいくらかをした。ウォーレスには当時、年下の人が彼が取り立てた。 保険料を必ずしもすべて支払っていなかったという直接に入手した証拠があった。ウォーレスはこの情報をプルーデンシャルに伝えたように思われるが、しかし約一年後、この若者は会社を辞め別の保険事務所に加わった。ウォーレスは後にこの男はクビにならなくて疑惑を受けて辞めて、彼の父親が息子の不足額を埋め合わせたと聞かされた。彼は ジュリア・ウォーレスをよく知っていた。グッドマンは、チョ・ザ・キリング・オブ・ジュリア・ウォーレスの中で、彼に、名指しではなく、言及した。1980年にニュースエディターのロジャー・ウィルクスは、1981年、前半の犯罪50年記念に放送するために、ラジオ番組のために事件を調査した。彼は、グッドマンの被疑者が、ジュリア・暴殺当時のアリバイを警察に述べていたことを、 文字した。アリバイは彼の婚約相手の女性であったが、しかし、ウォーレスの死のそして振られた後、彼女はウォーレスの弁護士に、アリバイは嘘であったと誓おうとした。ウィルクスもまた、この男が暴殺事件の夜に、地元の自動車修理場を訪れていたことを知った。彼は、高圧ホースを使って自分の車を洗ったし、そして自動車修理場の整備士は、 彼の手袋の一つが血液に染まっていることに気づいた。ウィルクスは被疑者を探し当てようとしたが、あいにく彼はわずか2、3ヶ月前に死亡していた。彼の名前はリチャード・ゴードン・パリーでウォーレスの保健事務所の更新の非雇用者であった。1931年にパリーは22歳の甘やかされて育った若者で手段の車を持ち、常に金に困っている暮らしであった。 ウィルクスの事実は、パリーは、ウォーレスのその日の保険取得金は、ウォーレスの自宅の現金箱にあるだろうことを知っていたということである。彼はまたミセスウォーレスを個人的に知っていたから、ひとたびウォーレスが、非存在の住所に、彼をやる通話によって家からおびき出したならば、何かの口実を設けて、彼女を訪ねることは全く問題ないであろう。 保険取得金のためのジュリア・ウォーレス暴殺事件は、その日は現金箱にはとても少なかったから無駄であった。パリーは捜査の一部と見られたが、しかしガールフレンドによって偽のアリバイが述べられた。ウィルクスはさらに先に行き、ラジオショーでパリーの名前を挙げ、そして後に書籍の中で事件を発展させた。パリーに対する訴えは、ウォーレスに対する訴えよりも、 はるかに強いし、そしてより説得力のある動機に介している。暴殺事件の夜にパリーの車から見つかった血液まみれの手袋の目撃証言があったが、その夜彼が戦場のために車を地元の自動車修理場に持って行った。車を洗った男の証言は当時警察によって入念に握りつぶされた。ウィルクスはその上ウォーレスには 自身の妻を殺害する動機も理由もない、そして事件を取り巻く知名度が警察にとにかく有罪判決を得させたために彼は訴えられたと主張している。パリーは犯罪との関わりを認めることなしに1980年に死亡した。しかしながらジョナサン・グッドマンとその友人、リチャード・ウィッティントン・イーガンが1966年にロンドンの戸口の上り段で 向かい合った時、パリーはびっくりさせるくらい詳しい事件の知識を披露し、そして事件に関連する目立たない目撃者らの死亡を知っていた。パリーはグッドマンやウィルクスが捜査を始めるずっと前に疑いをかけられていたかもしれない。1934年に著者ウィニフレッド・デュークは殺人犯の名前に対してハリスとトーマー氏に言及したが、これはパリーと同語源の ありふれた、ウェールズの名字である。2013年10月にサンデータイムズマガジンで、P.D. ジェームズは、グッドマンとウィルクスの結論に言及しているが、しかしパリーは、クォルトローツーは悪いいたずらとしてしたと推測している。彼女は、ウォーレスは、実際に妻を殺害したと結論し、そして狂気はウォーレスが最初犠牲者を殴打した鉄の、皮下希望であったこと。 暴殺現場で見つかったマッキントッシュを最初脱ぎ、そして、自らを覆い隠したこと、彼があの晩の出来事の再構成された時間線内で、そのようにすることは、全く可能であることを推測した。彼女は、結局、正義は行われた、人間の誤りを免れない正義であってもと信じている。しかしながら、この証拠の読みは、ウォーレスは10中89。 パリーの不正行為の経験を共通の雇用者に報告しなかったという、そしてパリーは当時もその後も首にされなかったという事実と対抗させられねばならない。ウォーレスがパリーを強制ないし強括するためにこの情報を利用しようとしたという証拠はない。2017年、アン・カールトンはその著、ペニー・レーンオール・ザット・メモリーズ・オブ・リバプールで、 彼女の父から亡きさー・スタンリー・ホームズが、ウォーレスが有罪判決を言い渡された後彼の求めで彼をその、独房に尋ねたことを記述した。ホームズは、当時リバプール会社に勤めるティーンエイジャーで、ウォーレスのいつものチェスの対戦相手ミスター・ケアードの息子たちと親しかった。カールトーンは、ホームズは、ウォーレスは、自分が、暴殺犯だと思う男性の名前を明らかにしたと、言ったと書いた。 それはホームズがリスタードライブスクールから知っている男であった。カールトーンは自分の父はその男性は賢いがしかし悪党で暴殺事件の数年後に別件で訴えられ有罪判決を受けて被告人席にいるのを見たと言ったと書いた。自分の父に会わせてくれと頼むことのウォーレスの動機を推理してカールトンはウォーレスはその都市の地方自治体体制が 彼ら自身のうちの一人の息子でおよ、守りたがったのではないかと疑っていたかもしれないと書いた。彼女は自分は両親が悪党と知りを持った若者、そしておそらくは暴殺犯マイナスはロジャー・ウィルクスという名前の男性であったと信じていると付け加えた。PD ・ジェームズの1982年の犯罪小説、皮膚の下の頭蓋骨は、 レイディー・ラルストン暴殺事件を現実生活のウォーレス事件と並行にしている。小説でレイディー・ラルストンは顔を大出されてジュリア・ウォーレスと似た死に方をし、これが警察に夫サージョージ・ラルストンに疑いをかけさせた。統括者はウォーレス事件に言及して我々が最初に夫に罪ありとすることは必ずしも賢明ではないということをハーバートの上訴から 知るべきであると提言した。ジェームズはまた、アダム・ダルグリッシュシリーズの殺人展示室で、ウォーレス事件に直接言及している。シャーレイン、ハリスの最初のオーロラティーガーデンのミステリー、リアル・マーダーズの前提は、より古い暴殺事件を模倣している、連続殺人犯人のそれである。最初の犠牲者は殺害され、死体の下のレーンコートまで、 ジュリア・ワォレス暴殺事件現場に似るように演出された。事件に基づくテレビジョン劇ジョージ・カイカー作キラ・ーイン・クローズ・アップ・ザ・ウォレス・ケースはメルボルンのテレビ局アブブ・マイナスに制作1957年11月20日放映であった。高く評価されるドラマイコールドキュメンタリーフーキルド・ジュリア・ウォレスは1975年に ヨークシャー TV によって制作され、エリック・ロングワースが、ウィリアム・ハーバート・ウォーレスを演じた。事件に基づく、別の TV ドラマ、ザ・マン・フロム・ザ・プラは1990年に作られ、ジョナサン・プライス、アン・マッセイ、スザンナ・ヨーク及びトム・ジョージソンの出演であった。これは、パリーの有罪を強くほのめかした。2013年10月に、ウォーレス事件は、BBC、シリーズ、 エーベリー・ブリティッシュ・マーダー、ホストは、ルーシー・ワオ3で特集された。森を抜ける道という大のモース警部のエピソードで、ジュリア・ワオレス暴殺事件は、ショーの冒頭でついでに言及された。ありがとうございます。